はい、皆さんこんにちは、サルです。今日はですね、昨日アップしたワッツの新商品、組み立て式コンパクト焚き火台について、視聴者の方から収納に関するご質問いくつかいただいたので、追加情報としてアップしておこうと思います。なお、こちらの焚き火台については固形燃料ですでに試してますので、こんな風にね、ステンレスが焼けて色が変わってますが、特に変形等はしておりません。燃焼の様子についてはですね、インスタグラムの方でアップさせていただいておりますので、もしご興味あればそちらをご覧ください。昨日の動画で解明したように、組み立てるときは最後にこの前面パーツを持ち上げることによってうまくはまるので、逆に分解するときは最初に下げることですね、という要領を得ました。なんかですね、昨日ちょっとかなり苦労しちゃったんで、もう一回軽くね、おさらいしておきますと、まあ表と裏ってこれやっぱりですね、わからないと思うんですよね。ただあまりそういうこと考えずに、どちらでもいいので、まあまず3枚側面パーツをはまる向きで組み立てますよね。で、こちらに置くときには、この左と真ん中のものをちょっとね、折ってやって、こう固定してやればね、特に難しくないですので、こういう形ですね。はい、この状態にします。そして、一番端のね、3枚目の方にもはめてやれば、こういうね、状態にまずなります。はい、でここで前面パーツをね、最後に差し込むわけですよね。あ、ずれてますね。差し込むわけですけど、その時にね、昨日言ったように、右から入れるか左から入れるかね、迷っちゃうんですけど、必ず上から差し込むんですね。だからこの場合だとこっちですね、こっちに差し込みます。そうすると反対側を下から上に持ち上げる。でもうはまります、ね、一度はまるとこれも左右をね、こんな風にガタガタしても外れません。逆さま向けてね、ガタガタしても外れません。ただしこことここを持ってガタガタすると外れます。なぜかっていうと、この差し込んでるパーツが外れるからです。だからそういう意味ではね、少し気をつけないといけないかもしれませんけど、こう遊びがかなりある割にはね、とっても頑丈で、やりすぎるとこうなります。はい、すいません。はい、すいませんでした。ということでテイク2です。これね、収納するときに、いくつか質問いただいてるんですけど、ですね、まあもともと収納用のケースがついておりますね。したがってそれを使うのがまあいいと思うんですけど、このポリエステルね、化学繊維の、まあ、袋がね、ちょっと嫌だなっていう方なんかもいらっしゃるかもしれないんですけど、このダイソーのね、帆布製のポケティケース、これですね、これはもう楽に入ります。どんな感じかなっていうと、まあ綿なんでね、熱にも多少は強いですし、まあ安心という方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっと大きすぎるぐらいの余裕がありますね。はい、こんな感じですね。ポケティケースに入れると、まあ大きすぎるかなぐらいですね。ちょっと分かりにくいかもしれませんね。そうですね、これぐらい折り曲げることができますのでね、大きい感じです。これが一つですね。あとこちらの合皮のようなね、これは何でしょう、焚き火台入れなんですかね。そんなことないような気がするんですけど、ちょっと忘れました、すいません。キャンドゥとかでね、売ってるやつですね、110円で。こちらも、楽に入ります。こんな感じですね。もうここからね、ほぼ出てこないぐらい入りますし、これでもまだね、これぐらい折り曲げることができます。ということで、かなりね、ちっちゃいですので、まあ楽ですね。それからですね、このダイソーのちっちゃい方のね、ミニメスティン、こちらですけど、今ですね、私はこれが入ってるんですね。ミニメスティンに入るポケットストーブで、2つ入れたら結構パンパンで、あとまあ下のね、網を置いてますけど、この状態だとこれが入るかっていうね、ご質問なんですけど、これはね、残念ながら入らないです。こんな感じですね。どのパーツも若干無理ですね、ということなんですよ。一応ね、採寸しておきますと、はい、ミニメスティンのですね、この内径が、76ミリぐらい、まあ大体ですけどね、76ミリぐらいなんですね。まあ、広いとこでもうそれぐらいか、同じぐらいですね。
それに対して今回のこの焚き火台一番広いとこを測るとですね、95mm ぐらいありますね。95ぐらいあります。こちら側で、どのぐらいなのかな、こちら側で80あるかないか、ちょうど80ぐらいですね。なので、まあ、こちらには入らないということになります。メスティンに入れることができれば、このねポケットストーブよりも厚みがないのでね、よりねいろんなものが収納できるっていうね便利さがあって、そういうご質問いただいたんだと思います。したがって通常サイズメスティンの方ですね、こちらの方であればですね、どうかっていうと、ここが入りますね。入りました。向きをね間違えちゃうと入りませんけど、こちら向きにすれば綺麗に収まるので、これはね今までよりもね収納力がアップしますね。はい、ミニ焚き火台を使うことによってこのレギュラーメスティンの方には入りますので、まあ、ここにねポケットストーブ入れるよりもこちらを入れた方が、まあ、薄くってね、敷き詰められますので、それ以外のものがどんどん入るということになりそうですね。まあ、これはねある意味、たくさん収納したい人にとってはね、朗報かもしれないですね。はい、まあ私親子メスティンで持っていくんですけどね、そういう意味でもね、まあ、便利な焚き火台が出たなと思います。あと実際に調理をしてみて気づいたこととしては、この上にシェラカップが乗るっていうのはね、昨日お伝えした通りとってもいいんですけど、その場合ですねこの隙間が小さいので、この部分ですね、炎とかねその空気がね抜け出る隙間が小さいので、あまりね火力が強くなるとちょっとこう妨げになるかなという気はしました。以前の中華でですねこういうものがあるんです。以前はねリクサダとかその辺で売ってたんですけど、ちょっと名前がねこれウィベルタってなってて、今もねなんかメーカーとかブランドが変わりながら同じ型のものが出てます。1500円から2000円ぐらいしたと思うんですけどね、ちょっと覚えてないんですけど、でこういうものだと、まあ、これギリギリ乗らないんですけど、乗せてもですねこういうふうに空気穴がはっきりとありますので、この穴からね上昇気流が出たり、まあ、炎がね出たりして、それはそれでねとってもいいなっていう、まあ、ご徳を兼ねたねこういう乗せ台になってるんですけど、そういうものがありませんのでね、この場合にはもう単純にこの半円状のね物の隙間から空気が抜けるという風な単純な仕組みとなってます。だから五徳がね使いたいなっていう方もいるかもしれません。五徳はですねいろいろ100均のステーで作ったり、あるとアルスト用のね市販のものを持ってたりするんですけど、まあ、そういうものをねこういうとこに乗せてやることで、まあ、よりね、ストーブとクッカーとの距離を空けることはねできると思いますので、まあ、勢いのあるね炎を作りたい場合とか、こういう隙間からねポキポキと折った枝をね、追加しながら燃やしたいっていう場合には、そういうねちょっと簡単なごとくみたいなものがあればいいような気はしますね。ちなみにこれなんかはね、100均の金物を切ってね8センチちょっとかなぐらいの短いねごとくなんですけど、これぐらい短くてもこんな風にねいけるんですよね。なんせここの幅が小さいですので全然使えますということですの でしかもこうねデコボコ加工してるのでこう左右にずれないっていうメリットがあるので、まあ、できる方はねこんな風に、100均のね一文字みたいな金物これを、カットしてこんな風に十字に組んでやることで安定した五徳として使うことができますので、まあこういうのね全然ありだと思います。いいですよね。はい、ということでね、最近発売されたコンパクト焚き火台ワッツ新商品ですね、これの追加情報でした。今回の動画ねいいなと思われた方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。